1時間42分もかかるわ。それタクシーで？タクシーっていうか、まあ車で。じゃあまたにする。うん、ごめん、またありがとう。はい、またね。今山田さんからお返し来て、うん、読みます。うん、そこ何時に来れるか。わかりました。ゲロリス天子だ。こんばんは、ゼロワイド。こんばんは、皆さん。緊急事態です。マリオさんが寝てるため、サッカーのメンバーが揃いません。で今から至急、家に来れる人。中村くん、ふかしいも、右乳しませんやん。ネオさん、全滅です。はい、マリオ寝てます。至急、輸血袋、今タクシーで向かってます。もう一人、リスナーさんでもいいから。誰か一人、至急エーデルハイムに。僕のサッカー相手がいません。でマリオ寝てます、出ません。フカちゃん全滅。うん、でちなみに配信外です。全く他になりません。配信のネタにもならないです。女子サッカー今から来れます。翔くんが得意って言ってた。マリオ実家じゃない。狛江遠い。太郎、マジでやばい。禁断症状出てある。太郎のラインがわからん。まずいなこれ。大ピンチ。太郎出ます。市長さん、市長さん暇？タコシ電話出ない。マジで探して。光る？ギターはいる。カナカーナ行きたいって。うん、キチョブ九州。めくられた。何が？中村は初め来る予定だったのに打ち合わせが伸びたって断られました。うん、断られた。うん、新八呼ぶか。3番目太郎も、もう付き合い悪いわ。ひとんなさん連絡先知らん。光運転中。あ、お疲れ様です、ロビさん。あ、お疲れ様。ロビさん、今からサッカーやるんですけど、来れます？家。行けないだろ。
行けないっす。いい、やりたいけど行けないな。マジっすか、わかりました。じゃあまたサッカー誘います。わかった、すいません、失礼いたします。えいっす。いやもうロビーさんに頼るぐらいもう猫の手にもすがりたい。誰つか、昨日ガメナさんもう死にそうな時までチラチラ閲覧確認してたやん。大丈夫ガメナさん、横になりながらこうコメントとこう閲覧をこうチラ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 、どっちも見てるのまチラチラと見て、こうコメント見てチラチラと見て、どこまで行っても配信じゃない。チラ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 、春子行けるサッカー。無理？運動しないと。池津袋緊急収集してるから、これ出ないよ。もうこれ付き合い悪いわ、全然ダメだね。もうユージって誰？いや狛江神奈川遠すぎるな。もうタクシー代払ってもいいかな。まさに1時間半遠すぎる。誰かサッカー光るしかいない。マラソンの練習なんだってサッカーが。アホかお前。ネオさん1時間半。光る？光る？はい。至急家来れる？え？至急家来れる俺の。今難しいから6時7時ぐらいだったらいけるかも。6時7時じゃ全然ダメ。また来週。全然ダメじゃん。誰が来れる？神奈川か？神奈川な。翔くん連絡先知ってたかな？翔くん連絡先わからんわ。新宿からタクシーで40分。ゆっこ、ゆっこは翔くんの LINE 送ってくれない？どうやって送ればいいんですか？下のプラスから紹介。下のプラスから紹介、うん、はい、やってみてね、おばあちゃん。あとはあとはキンバイさん行く？直っち行く？わ、誠司から来た。早いわ、誠司さん。誠司さん仕事が早い。誠ちゃん来た。誠ちゃんから翔くんの LINE 来た。早い仕事が。スケマル。早いよ、もう一瞬だもん。まさやん1時間45分かかるって。輸血がもう向かってるから。太郎電話出ないっすね。よう、もう全然出ないわ。窓なすひどんなさんはせいちゃん聞いてくれないかな。ひどんなさんサッカーやらないか。中村断られた、打ち合わせあるって。初め来るって言ったのにね、電話かかってきた。あれゆっこから来る翔くんと、せいじから来る翔くんが違うんだけど。
どういうこと？翔くんが2人いるんだけど、アカウントが違うな、これ。どっちがガチラインなんだろう。配信用とプライベートじゃないって、あのゆっこから送られてきたこう本名だもんね。やばい、4人集めないと試合ができない。最近交換した大ピンチだ。スケマル電話出ないね。太郎電話出ない。ネオさん1時間半かかる。ミギアルレイ君好き言ってる。タツイコ来れる？すぐ一瞬で来れる？もう5000円やるわ、タクシー代。ポルポン電話出ない。もうだいぶ誘ってるもん、配信外で。緊急事態だから。中ちゃん2時間でしょ。不可侵も断られた。仕事辞めちまえよ、もう、辰彦よ。役立たずがよ、てめえ。辞めちまえよ。サッカーもしてくれないなら。俺がロビーさんに話つけてやろうか、ほんと。ウッキー電話してみるわ、もう。誰も遊んでくれないもん。ゆけつくん来てくれてるよ。チュパ横浜でしょ。翔くん電話してみて。追加してくれないと無理だよね。追加連絡したよ、翔くん。龍也はあの凛に連絡先聞いたらね、もうブロックして分かんないって。もうそれぐらい動いてるからね。光くんは7時になるって言うから、龍也の連絡先分からんな。パチパンチ絶縁。また公園で子供をスカウトしなきゃいけなくなる。なんで今の、いや毎日トレーニングしててマラソンがあるからね。ミニラ都内、ミニラさん誰かいないですか、見てる人。リスナーさんでも無名配信者でもいいんです。無名配信者でも、で無名配信者はあのギャラ2000円出します。逆にお金払いますもん、2000円。はい、ミリアさん今から家来れます？ええどこの？あの僕の家に。サッカーの メンバーいなくて。なんの？サッカーのメンバーがいなくて。サッカーのメンバーがいなくて、サッカーを今からやるの？はい、来れます？今すぐです。すぐ？ちょっと仕事あって風呂入ってないから行ければ行ける。いや仕事臭くてもいいです。仕事臭くてもいいです。汗臭くてもいいんで。いやまだ帰りなんだよ。まだどれぐらいで来れます？30分ぐらいで帰るけど。30分で帰る。僕の家にどれぐらいで来れます？そっかな。いや家に帰らず直行ですよ。直行？直行だったら足立区まで30分ぐらい。じゃあ来てください、お願いしますね。30分ですよ。分かった。じゃあ足立区家に来てください。分かりました。あのギャラも何も出ないんでボランティアですけど、すいません。サッカーしてください。どこ
こでやるの？公園でやります。ゴールもあるんで。分かった、お願いします。失礼します。はいはいはい。やっぱミニラさんだわ。優しくない？30分後ミニラね、リタ。30分後ミニラで、ヤモさん18時に来るからこれで OK。 うん、ミニラさん、はい、うん、コンディション整えて。水ある？水買いに行きます。水ない？はい、全員分の水、はい、うん、用意しないとダメ。あと、行く時もあるんです、うん、え？今から帰って。まあ行く時でもいいけど。ありがとうございます、うん。で、他にいます？一応サッカー毎日開催してるんで、サッカー誰か。中ちゃん遠いでしょ。うん、いや、何人必要っていうか、もうメンツ揃ってるけど休憩がないから、 2-2 だとね、 2-2 でやるから、誰かやりたい人がいたらちょっと一緒に遊びたい。いや、マリオ寝てるんだって。マリオ相変わらずしょぼいことって何？しょぼいもクソも何もない。サッカーやるのに女でも、女でも、まあいいよ、運動できるなら来ます。女性でも、ただ寒いよ。なおっち暇そう。なおっち来る？なおっち高校生、うん、行きましょうか。何分で来れる？日本にゃん、今輸血がタクシーで、ミニナさんが現場帰りでしょ。30分、4時半、来れる？今日は無理。ただコメントするな、オラウタン顔。ふざけるな、冷やかしじゃねえんだよ。最近サッカーに人生かけてんだわ。一番力入れてんだよ俺。バナナ食っとけ、なめんな。うん、ごめんなさい、いい、すいません。空気読んでね。だってマラソンあるから俺トレーニングしないとね、ガチで。で、皆さんちょっと重大発表あります。緊急事態はなんとか回避できたんで、マリオの穴を埋めれたんで、重大発表あります。TikTok で言ったらバンナル。残念なお知らせです。残念なお知らせがあります。こんにちは、韓国の日程が変わりました。はい、20日予定してましたが、準備があまりにも時間がかかるため、21日になりました。で、20日は、配信できません。もう準備しないと向こうマイナス10度、もう物を揃えなきゃいけないんで、明日配信お休みです。明日配信お休みで21日になるんでね、もう変更になります。で、今日もちょっともうバタバタやれることやらなきゃいけないんで、はい。で、もう一つ、今度は朗報ですね。うん、準備しっかりしないといけないから、朗報もあります。ワンライブの事務所に予算かっこ条件付きで加入しました。大物が、これ大物だよ、大物配信者加入、大加入で、条件として
お酒を飲まないということ、だからシラフの置物配信をたまにしてもらうということです。うん。でお酒を飲んで配信した場合は即クビという条件付きで、予想は多分あの3日しか持たないと思う。これゼロワンダムスの大予言、予言しときます。で駆動でバズる可能性もあるからね、猫好きで悪口言ってもクビ。予想は当たるよ。だってあのタクマとマユ別れるも当たったでしょ、ゼロワンダムスの予言、大予言当たるんでね。うん。でもあれ、あの復縁しますからね、1週間後に、あの内部復縁。うん。あの寂しくて会おうから始まって、でも公にはしない内部復縁が始まるんで。うん。内部復縁で、まゆちゃんからね、寂しくて会いたいよって始まるから。公園行くよ。あ、お疲れっす。お疲れ様。何分で来れます？今日行けない、用事あるんだよ。なんで用事があるんです？俺ちょっと食事会があって。だからスパーク終わったら本当に付き合い悪いってことでいいです？ごめんな。そういうことですよね。早めに誘って、早めに誘って。もうスパークやらないともう興味ないってことでいいですよね。違うよ、違うわ。スパークだけってことですよね。違うわ。違います。またやろうよ、うなぎもやろうよ。うなぎもすか。うん。あれ どうすんあれ、ドッジボールは。ドッジボールも、もう企画はだいぶ詰まってますよ。でしょ、俺も今肩温めてるから。肩やってるから、トレーニングやってるから。ゼロワンチーム入ります。いいっすか。また選出するんで、うん、またお願いします。あ、はい、お疲れ様です。うん、ごめんね、今日は。はい、全然ダメだもん、やっぱり。今から行けるけどお金がない、なおっち。なおっち、あの、連絡してくれる？なおっち、俺に LINE してくれる？なおっち、未成年、高校生、門限10時まで。で、めちゃくちゃなおっちがイケメンになってるんだよ。イケメン化してる。高校生でしょ、今。うん、未成年だからダメだよ。なんでダメなの？なんで？マイケル・ジャクソンじゃないんだから手出さないで。中3か。中3連れ回したら、ちょっとダメだね。中3は。やめとこうか。リスクあるわな。いや、タクシーで払ってあげるとかいうのが、ちょっとあれ、グレーなんじゃないの？罰？こう集まらないもんだね。だからサッカーの大型ルーキー、ふわっちの世に出てないけど、俺のサッカーにちゃんと通ってこうドーンとね、新しい顔が、それ狙ってるんだけどな。誰かたまたま足立区に住んでて、たまたまふわっちで配信してて、たまたま目が出てないような、いないかな、うん、いない。でたまたまなんかバズって、たまたまお金稼げちゃうみたいな。ゆうこ、翔くん連絡してよ、じゃあ、うん、小林って家近い？うん、あ、ブロックされてるの。小林くんって家近い？足立区誰かいる？中村くんしか知らんわ。中村くんしか。探してくる。うん、暇そうにしてる人。うんうん。
いや、ひどなさん、つながりないからね。たくま、スキー行ってるって。うん、今日、たくまと、れいくんと、こよくん、スキーね。スノーボード。だから、今時の子たちは、冬はやっぱ、あえてスノーボードしたりして遊ぶんだよね、みんな。何してるの、みんな。ちょっとうちの枠お年寄りの会合みたいになってるよ。大丈夫？まあ俺もね、もうそんな行けないよね、キャピキャピ。スノーボーとか行ってますみんな。俺はね、したことないわ。お釜でも誰でもいい。起きたよー、リタ。シェリーいらっしゃい。あ、いい、俺が流してあげるよ。輸血の枠移動して。え、流してくれるみたいな。うん、じゃあ俺もうサッカーしてくるわ。またね、みんな、ありがとう。さよなら。少し早いけど水買ってきました。I don't know.